コドゥンの質問なんですけど、文末にね、コドゥンニョーっていうのは結構知ってるから分かったですけど、文中に来ることがあって、どういう意味ですかという質問です。まあコドゥンは大きく分けて2つで、文末でこの「ヨ」がついて「コドゥンニョ」は人相に言うとこでもよく出てくる、何々したんだからとかね、いう意味です。で、文中に来たら「ピガクチゴドゥン」「カプシダ」っていう時は雨が降ったらっていう、そういう意味になります。だから意味が大きく違うのが2種類あるということです。ただ、家庭家庭、ですね。はい、わかりました。ありがとうございます。